相撲取らないかんし、土俵終わらないように土俵際で相撲取っていうのを 2,3 年続いてたんですけどね、なかなか迫力のある試合かと。はい、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、お嬢ちゃん、お坊ちゃん、これから紙芝居が始まるよなんてですね、私の小さい頃ぐらいは紙芝居屋さんまだまだ街で見かけたものです。今回お話を伺う水木しげるさんも実は昔たくさんの紙芝居を書いていらっしゃいました。今日はその頃のお話もたっぷりと伺いますよ。太平洋戦争、南方ニューギニアの激戦地で左腕を失いながらも九死に一生を得た水木しげるさん。終戦から半年後、ようやく水木さんは再び日本の地を踏むことができました。水木さん、はいはい、今日はこうやって紙芝居見ながら当時の思い出を話していただきたいと思います。はいはいはい、まずはこちら、はい、これ復員の時の、そうです、日本帰って、そうして自分の田舎へ帰ってもいいということで、うん、横須賀から米子に着いたわけです。米子、これ迎えてらっしゃるのは、迎えに来てんの親父です。お父様。お父様。あ、お父様大喜びですよ、ね、ただ手がないもんだからびっくりしてね、はい、こう恐る恐る触ってみたんです、うん、まあこっちにすれば命を持って帰ってきたんだから、うん、ああ、そうですよ、これほどありがたいものはないと思ってくれてるわけです、はい、手の一本や二本ってわけです ね、うん、ね、無事に帰ってきた、生きて帰ってきた。そうです、ね、応急処置しかされていなかった左腕は感染症の恐れがありました。水木さんは再手術を受けるため上京します。手術を終えた水木さんはそのまま東京に残ることにしました。戦後の混乱期、水木さんは生活のためさまざまな仕事を経験します。ものすごく大きな魚が出てますが、魚の配給店やらんかってことで、はい、結局あんた魚屋をやらされるんです。はい、魚屋をね、はい、ちょうど登録でしてね、はい、そういう時代だったから、うん、簡単に魚屋になれたんです、はい、希望すれば、はい、だけど魚屋なんてね、初めてだから片手で魚を切ったりなんかっていうのはやっぱり大変でしたね。じゃあ魚屋さんやってみたけどあまりうまくいかなかったですか。いやいや、全てうまくいきましたよ。お、すごい。今から考えるといろんなことしたけど失敗ってのはあんまりなかった。うわ。と水木さんはおっしゃいますが、これ水木さん一流のおとぼけ、本当はいろいろ失敗したようです。例えば米の買い出しで一儲けしようと企んだ水木さん、寿司詰め状態の満員電車から危うく落っこちそうになってしまいます。挙句の果てに買い出し資金を落としてしまい大失敗。次に手を出したのは三輪タクシー、輪タクの貸し出し業。しかしすぐに本物のタクシーが街に現れ、まもなくこれも手放すことに。そんな時、傷痍軍人の仲間が絶対儲かるという計画を持ちかけます。それは行く先々でお金を恵んでもらう東海道募金旅行でした。本当にこれがない時に始めたんです、これ、はい、誘われるままに行ったわけだけどね、はい、それほどボロくない。あんた東京とか大阪立ってみたところでそれほど
立のいいもんじゃないですよ。諦めて鳥取に帰ろうと思った水木さんは神戸の水木通りに立ち寄ります。泊まった旅館でここをアパートにして経営しないかと持ちかけられました。働かずに暮らせるとこの話に乗った水木さんでしたが、経営に失敗、結局は手放すことになります。しかしこの時、人生の転機となる出会いがありました。アパートの住人に紙芝居の作家がいたのです。好きな絵を描いて金を稼げるなんて最高だ。水木さんは紙芝居の世界に飛び込みました。絵で飯食おうと思って、ここが発祥の地なんです。そうなんですか、うん、水木堂で紙芝居書いて、それからあんまり失敗っていうのは少なかったようですね。おー、うまくいって困ってますよ結構。そう、水木さんはとぼけていますが、紙芝居は大変厳しい世界でした。原稿料は安い上、子供たちに受けなければすぐにクビ。必死でストーリーを考え書き続けてもちっとも儲かりませんでした。そんな生活を6年ほど続けていた水木さんでしたが、紙芝居がね、やっぱり時代の波で元気がなくなっていく。見る子供がだんだん減っていくんですよね。はあ、テレビなんか出現してくるから、はい、金出してね、はい、紙芝居を見るってことをしなくなるんです。はあ、金が入らんから困るわけです。ほう、飯は食えないから、はい、だから紙芝居を捨てざるを得ないわけです。そんな時、水木さんは東京で貸本漫画というものが流行っているという話を耳にします。水木さんは6年続けた紙芝居に見切りをつけ、貸本漫画家になるために上京しました。当時は貸本漫画の出版社は割と多かった、はい、でそこで一冊126ページ書くと3万円もらえるんです。126ページですか、一冊。うわ、それは最低の仕事ですから。3万円だと飯はまあ1ヶ月食えます、はい、ところがちょっとでも5日でも遅れると5日間絶食になるわけです。30日は食えんで、35日はちょっと重い。ギリギリなんですね。そう、ギリギリもいいとこですよ。うわ、よく土俵際で相撲取ってんのいいでしょ、はい、あれと同じです。うわ、じゃあ毎月土俵際ですか。うん、土俵際だからもうちょっとうっかりして頭変えたりなんかして無駄な時間使ったら土俵から出ちゃう。だからもう絶対下がらんように相撲取らない感じで、土俵終わらないように土俵際で相撲取るっていうのを 2,3 年続いてたんですけどね、なかなか迫力のある生活。その時に書いた貸本漫画の水木さんの後ろに今ずらっと並べてあるんですが、こういうのを、こう貸本漫画、そのうわ、だから1ヶ月一冊必死ですよ。割と面白く描けてんです。タッチも全然違いますよね。いろんなタイプの漫画が貸本でも、うん、いや、これ見て初めて私自身が賢かったってことが分かる。十分それまではね、分かんない。こういうと品かいところを返してね、はい、行きつないでたんだな。そうですよ。このギリギリの状況の中で生み出されたのが墓場の鬼太郎でした。墓場で生まれた幽霊族の最後の子供、鬼太郎。死んだ父親は目玉だけになって鬼太郎を守ります。
不気味だけどどこかユーモラス。この墓場の鬼太郎を描く中で、水木さんは漫画家としてのあるコツをつかんだといいます。鬼太郎をやって土俵に残ったって感じですからね。はあ、だから鬼太郎を描いた頃から嘘つくことが上手になったじゃないですか。嘘ばっかり嘘ついて人を引きつけれないかもわけですが、はい、それがこの嘘が上手になってきたのは鬼太郎の頃からじゃないですか。すなわち食えるようになったわけですよ、嘘で。それまではじゃあ本当のことを書いてた。そう、真面目だから偉いわけだね。、うん、そうなんですか。うん、じゃあ本当のことを書いてた時は苦しかった。苦しくてあんまり面白くないな。はい、秘書来月行きたいとこなんか行ったってね、はい、自分は秘書でもね、読む方はそれほど秘書じゃない。あ、田舎の言葉でね、暴かすって言葉があるんですよ、はい、人を暴かすわけです、すなわち騙す、うん、それで飯食うっていうことを発見したのと、人がね、案外ついてくるんですよ。で、案外人はバカだなって発見したんですよ。